FM 802. Traffic information by Ecorica。 大阪府内の名神高速と新名神高速が車両火災のため一部通行止めになっています。名神高速は上下線の茨城インターと高槻ジャンクションの間が大型トラックの火災のため午後1時16分から通行止めになっています。このため名古屋方面に向かう上り線が茨城インターで2キロ半、反対の下り線は高槻ジャンクションで4キロ渋滞しています。この通行止めに伴って新名神高速の神戸ジャンクションからの上り線は高槻インターと高槻ジャンクションの間が通行止めになっています。阪神高速道路の状況です。3号神戸線は月見山に向かう西行きの真屋付近にダンプカーが故障して止まっているため左側の車線が規制されていて4キロの渋滞です。一般道路の状況です。京都の国道1号線は大阪に向かう南行きが伏見区赤池で1キロの渋滞です。次のトラフィックインフォメーションは3時40分頃にお知らせします。以上、ジャティックの大橋でした。エコなりか、足立りかです。エコリカのリサイクルインクカートリッジはエコで安くて高品質だから、ずーっと五感インクのナンバーワン、コンビニクーポンがもらえるキャンペーン開催中。詳しくはエコリカで検索。リサイクルインクカートリッジのエコリカ。バラエティエンターテインメント、中島ひろとショー、アップリフティングミュージック to 6 p.m. FM 802 Radio Masters。 水飲めよ。